リームチーサーです。今回はこちら星のカービィのカービィのキャラケーキを作ってみたいと思います。はい、とっても可愛いです。こちらの絵をどうしても使いたかったので立体の写真なんですが、頑張って作っていこうかなと思って書き起こしてみました。書き起こしてみたら大丈夫な感じですね。このまま作っていこうと思います。はい、今回も6号の型を使っていきます。 A4 の紙にコピーするとちょうどいいぐらいの大きさになります。こちら、この底の型に合わせて切ったクッキングシートです。写し絵の紙でも大丈夫です。このように絵に重ねて油性のペンで写し取りました。これをひっくり返して型の上に載せます。その上にジップロックなどのフリーザーバッグを同じく型の大きさに合わせて切ったものを載せます。今回もトップバリュー L サイズのジッパーバッグを切って使用しました。型が動かないようにテープで留めていきましょう。今回はそんなに細かくないのでテープ留める場所もそんなに多くなくても大丈夫です。ただこのテープとテープの間をこうめくってみたときにラインのところまでめくれ上がらないように注意してください。あとこの上の部分はピンと張っていることが重要になるのでぐっと引っ張って留めてあげるようにしましょう。シワがなるべく寄らないように留めていきます。はい、ぐっと引っ張って留めます。ピタッと張ったらぐっと引っ張って留める。こうするとピンと張ってチョコのラインもその後のクリームなどもよれずに綺麗に仕上げられます。はい、おしゃべりしながら留めていましたが7箇所ほど留めてあります。一番怪しそうなところをめくってみた時に線までめくれ上がらなければ OK です。はい、今回のカービィのラインの部分の補足なんですが、この手の部分はちょっとだけラインを入れておきます。そしてちょっと濃いめの、ピンクを作ってこのラインのところに入れて影のように作っていきたいと思います。はい、ではこの上をチョコレートでなぞり書きしていきましょう。はい、滑らかに溶かしたチョコレートを用意します。爪楊枝の先につけて、はい、ラインの上にのせていきます。今回は太めのラインでも大丈夫なのでチョココルネやチョコペンでやっても大丈夫です。目の部分だけちょこっと、細めに出して綺麗にラインを取ってあげれば大丈夫かなと思っています。はい、私はチョコペンや、コルネの技術はないので頑張ってこんな感じで乗せていきます。初心者の人はこんな感じで、爪楊枝の先につけてやった方が後で補正もしやすいですし、まあ、特別な材料を用意しなくていいのでいいかなと思っています。チョコレートが固まってきてもこのように器に入っていれば湯煎するのも簡単ですし、はい、あまり固まりそう急いでやらなきゃとかっていうことを考えなくて済むので個人的には一番楽な方法だと思っています。ではこんな感じで全てのラインにチョコレートを置いていって完成させてしまいます。ラインが気に入らないなと思ったらふーっとティッシュで拭き取ってあげて初めから書き直せば綺麗に書けます。はい、線がボコボコになったりして、部分的に補正したいなという時には新しい爪楊枝を持ってラインの横をちょっと力を入れてこすって引っ張るような感じで伸ばしていきます。そうすると内側のラインが整います。外側も同じように拭い取った爪楊枝でぐーっとまた同じように線を引き直してあげるとこんな感じで補正されていきます。はい、チョコレートの塊とかね、粒がうまく溶けきってなくて入っちゃうとよくこうなりますが、粒をちょっと取り去ってあとは補正してあげると綺麗に治ります。
内側に入りすぎたなと思ったらまた内側からこうなぞってあげればいいだけですね。はい、こんな感じで直していくと綺麗なラインになってきます。はい、チョコでのペン書きが終わりました。ほっぺの部分は周りの体の部分と同系色のピンクなので、あえてラインを取らずにやってみようかなということでチョコレートは乗せませんでした。ではこちらを冷蔵庫や冷凍庫で30分くらいしっかりとチョコレートが固まるまで冷やしておきます。その間に色付けの準備をしていきましょう。はい、では色付けの準備をしていきましょう。こちら製氷機に用意したのは植物性のホイップクリーム、1パックに対して大さじ1ぐらいのお砂糖を加えて電動ミキサーで1分半ほど混ぜたものになります。こんな感じの6分立てくらいですかね、跡が残らない感じ、ふわっとした感じまで泡立てたものを入れてあります。残りは冷蔵庫で保存しておきましょう。こちらに用意したのは食用色素、粉状のものをお湯1、2滴ぐらいで溶いてあります。赤、黄、青、黒を用意しました。はい、ではこちらで色を作っていきましょう。まずはカービィの目の色、黒色を作っていきます。黒はこちらの食用色素を溶いたものの中に直接クリームを入れていきます。そうすると濃い色が手早く作れます。しっかり混ぜておきましょう。はい、灰色っぽいですがしっかり混ぜていくと黒になります。でも入れすぎると、薄い灰色になっちゃうので注意が必要です。しっかり混ぜておけば大丈夫。はい、黒完成ですね。続いては足元の赤いきたいと思います。はい、こちらもクリームをこの中に入れる作戦でいいんですが、多分こうやって移動しながら2色一気に作っていった方が早いかな。はい、濃いピンクも一緒に作っていきます。はい、赤がピンクにならないように注意しましょう。赤は赤、ピンクはピンクで用意します。はい、そしてお隣にさらに薄いピンクを作っていきます。体の色ですね、この色はほっぺの部分、そして下の内側のあたりに使いたいと思います。はい、では赤からちょっと持ってきて薄いピンクも作ります。こちらは体の色です。はい、こんな感じかな。口の中の、内側の濃い部分ですね、こちらは赤に黒を混ぜていきます。そうするとこんな感じのエンジがかった色になります。この色を入れていきましょう。はい、では続いては青ですね。青もそんなにいらないので爪楊枝の先に作ってもいいです。クリームを取って、はい、そこに色素をつけて混ぜていくと簡単に綺麗なブルーが作れます。目の中の色になります。このようにして作った色を入れていきましょう。はい、最後にお星様の色になります。お星様の色結構濃いめの色ですよね。まずは黄色を取ります。はい、綺麗な発色になったのでこのまま使っても大丈夫です。もうちょっと濃い色の方がいいなと思った人はこちらの色を使ってみましょう。はい、今回は2通り
作り方を紹介します。濃い色ですね。今度は作っていきます。このようにたくさん黄色を取った中に少しだけ赤を入れます。混じっちゃダメですね。はい、赤を取って入れると、はい、こんな感じの山吹色っぽい感じの色になります。オレンジよりは黄色みが強い感じですね。はい、こちらの色を入れたい人は入れても大丈夫です。今回はどっちにしようかな。まあでもカービィと言ったらっていう感じの色なので、今回はこっちの色を使っていこうかな。はい、お好みの色を使って作ってみてください。はい、今回は色作りは以上になります。ではどんどん入れていきましょう。はい、では色を塗っていきましょう。カービィは左右反転などもあまり気にしないで済む、とっても初心者向けなキャラクターだと思います。はい、簡単ですのでね、一緒にサクサク塗ってしまいましょう。はい、ではまずは顔の真ん中あたりのパーツに色を入れていきます。先ほど作った、赤と黒を混ぜたこちらの色をまずは入れましょう。はい、このチョコレートのラインからはみ出さないように塗ってあげれば、基本的にそんなに色はにじまないと思います。はい、続いて青を入れていきましょう。はい、青もはみ出さないように塗れば OK ですね。少しずつ爪楊枝の先に取って塗ってあげれば間違いないと思います。真ん中に置いてから周りに引っ張っていく感じ。クリームがはみ出そうだなと思ったら、迷わず新しい爪楊枝に持ち替えて細かいところに入れてあげるといいと思います。はい、続いてほっぺたいきます。はい、ほっぺは濃く作ったピンクを入れていきます。はい、この線からはみ出ないように塗っていきましょう。真ん中に置いたのをくるくる爪楊枝を回すようにしながら広げていきます。見づらいなと思ったらこの型の方を回して、はい、端っこの方まで入れていきます。形も整えましょう。もう一つの方も同じように色を入れていきます。はい、続いて隣り合ったところにぶつからないように口の中、下の部分にも同じピンクを入れていきます。はい、続いてはお星様に色を塗っていきます。塗ってる色の順番なんですが、はみ出た時に拭い取りやすい色を基準にして入れている感じですね。はい、黄色は広いのでたくさん取って、端以外の色はこんな感じで塗り広げてあげると手早く綺麗にできます。ただ細かいところは爪楊枝1本に持ち直してやってあげてください。なるべくチョコレートのラインを爪楊枝つかないようにクリームを寄せてあげる感じで埋めていくと綺麗な仕上がりになります。はい、黄色の部分塗り終わりました。ではピンクの部分に色を入れていきます。はい、続いてはピンクを塗っていきます。あ、ちょっとずれたかな、なんか目のところ、ほっぺのとこ変になって直したら
絵までずれちゃった。はい、そういう時はグッと直してもう一度止めてあげます。はい、では縫っていきましょう。ピンクの部分も黄色のところと同様縫っていきます。はい、ほっぺの周りなんかも怖いんですけど、くるっと周りにクリームをこんな感じで用意したら、クリームをこのラインに寄せるような感じで埋めていきます。はい、なるべくこの境目をつつかないようにしながらやっていきましょう。ちょっと細かいので頑張って一気に進めてしまいます。はい、ピンクに色を塗り終えました。そして忘れていたんですけど、目の中に黒い色を入れなきゃでしたね。はい、この部分ですねとこっち側の部分、色を入れてしまいます。はい、こんな感じで色を塗り終えたら一度冷凍庫に入れて凍らせます。約15分ほど休ませてください。冷凍庫で15分ほど凍らせたものがこちらになります。このようにすると表面が凍ってくれるので、他の色を入れてもはみ出しにくくなります。このような状態にしてから足の部分の赤色を入れていきましょう。はみ出さないように端のところは丁寧にやっていきましょう。チョコレートの部分もしっかりと固まって凍っているので、やりやすくはなっているかなと思います。はい、こんな感じですね。では下絵を外していきます。テープを数箇所外してそっと下絵を引き抜きます。テープはピンと貼って元に戻しておきましょう。はい、塗り残し穴がないか確認していきます。浮いてるところなどがあったらちょんちょんとつついて穴を埋めてあげてください。白い部分はあえてまだ色を入れていませんでしたが、まあ、周りが黒なのでにじむことがないのでも入れちゃいましょう。はい、これでいいかな。ではこちらをこのまま冷凍庫で約1時間ほど凍らせてください。その後周りに色がにじまないように白いクリームで囲っていきます。1時間ほど凍らせた後周りにクリームを塗りました。そこからさらに15分ほど冷凍してあります。こちらを型の中に入れます。この上に色付けの際に残ったホイップクリームをもう一度泡立て直して8分立てぐらいにしたものを流し入れます。平らにならしてから冷凍庫にもう一度入れましょう。3時間ほど冷凍庫に入れてしっかりと凍らせましょう。その間にケーキの用意をしておきます。上に乗せる状態まで作っておいてください。こんな感じで流し入れて平らにしたら冷凍庫に入れます。はい、3時間ほど冷凍庫で凍らせた状態がこちらになります。では型から外してケーキの上に乗せていきましょう。型の周りを手で 1,2 周温めると周りの部分だけ溶けて、そこを持ち上げた時に外しやすくなります。ひっくり返したらケーキの上に乗せます。はい、位置を合わせたら軽く押して固定します。ではテープを外していきます。手早く外していきましょう。はい、では型を外していきます。まずは型の底を取りたいのですが、取れるかな。テープがくっついちゃってるとうまく取れないので、うまく外せるかな。
1箇所ぐらいだったら外れなくても大丈夫なので、その時にはその場所からそっと上に持ち上げるようにして外していきます。はい、ちょっと遊ばせながら外していきます。はい、外してみるとこんな感じ。では周りをクリームで飾っていきます。今回はクリームに黄色い色をつけて、口もお星様っぽい形を選んでみました。はい、周りに垂直に絞っていく感じにします。絞ってみました。上の段に絞った後に下の段にも、もう一段ぐるっと一周絞り出してみました。あ、なんかこんな感じになったかな。はい、少しだけ、アラザンを飾って完成にしたいと思います。真上から見てみるとこんな感じ。男の子も女の子も大好きなカービィ、可愛い仕上がりにしてみました。はい、というわけで今回は星のカービィのカービィのキャラケーキを作ってみました。いかがだったでしょうか。初心者向けのケーキなので、ぜひぜひ挑戦してもらえたら嬉しいなと思います。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。